A リーグ、A 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 リーグは、オーストラリアのプロサッカーリーグにおける、トップディビジョン、一部リーグのことを指す名称である。オーストラリアのプロサッカーリーグであり、オーストラリア各地から9クラブ参加しているが、ニュージーランドから越境で1クラブ参加している。なお、大韓民国の企業、現代自動車が、オフィシャルスポンサーを務めており、公式には、ヒュンダイ A リーグ、 ヒュンダイ A リーグ、ヒュンダイ A リーグと称される。オーストラリアは人口を増やすために移民を積極的に受け入れてきたが、特に第二次世界大戦以後は、白号主義のもとで白人人口を増やすために南欧や東欧からの移民を数多く受け入れた。サッカーはこれら信頼の欧州系移民の間で、盛んで競技人口も多かったが、一般のアングロサクソンの国民にとってのサッカーは、 移民のスポーツであり、見るスポーツとしては、マイナースポーツであった。始まりは、2002FIFA ワールドカップの開催であった。初めて時差なしで観戦できた 2002FIFA ワールドカップで、オーストラリア国民のサッカーへの関心が高まった。そこに、商業的価値を見出した、オーストラリアの当時の首相ジョン・ハワードは、サッカーをきっかけとした。 オーストラリアのアジアへの進出というプランを描き、オーストラリアサッカー界改革を決意。オーストラリア国内最大手のデパートの経営者であり、国内有数の資産家のフランク・レイビーにオーストラリアサッカーの立て直しを依頼した。政府の意向を受け、オーストラリアサッカー連盟は2003年にフランク・レイビーを会長に選出し、様々な改革に着手した。オーストラリア初のプロリーグである、 A リーグの誕生前にも、同国には、ナショナルサッカーリーグ、NSL というセミプロリーグが存在していたが、NSL は、多くの問題があった。一つは、財政破綻の問題である。1970年代から2004年までの間に、NSL の累積赤字は、日本円で約400億円に上るまでになっていた。毎年、政府は、 NSL に対して補助金を支給してきたが、その死とも不透明であった。そのため、政府としても NSL 改革は急務であった。他の問題として NSL のクラブのほとんどが移民のチームだったことがある。小都市のチームこそ他人種混合チームも存在したが、大都市では移民のそれぞれの出身国のクラブが競い合っていた。そのため、試合では、 民族間の代理戦争とも言えるサポーター同士の衝突が頻繁に起きた。例えば、クロアチア系移民のチームのシドニーユナイテッドと、ギリシャ系移民のチームのシドニーオリンピックの試合では、クロアチア系移民とギリシャ系移民が衝突するわけで、ある。そのような民族色が強い移民のチーム同士のリーグ戦に一般の国民が興味を抱くわけがなく、 さらにチーム間のサポーター同士の衝突もあり、一般国民にとってのサッカーのイメージは、暴力的で民色の強い移民のスポーツという、ものであった。オーストラリアサッカー連盟も、何の手も打たなかったわけではなく、1990年代から NSL のチーム名に、民族的な由来を示すような名前を付けることをよし、都市名の見股は、都市名相性の新しい名称に変えることを、義務付けた。 そんな中、オーストラリアサッカー連盟は NSL を生産し、2004年11月に、同国初のプロリーグ A リーグを発足させた。A リーグは民族ではなく、日本の J リーグ同様、地域性をコンセプトにす、一都市一チームを原則として、民族色の強いチームを排除し、暴力的なイメージを一新させた。なお、A リーグに加入できなかった NSL のチームは、 規模を縮小し、A リーグとは別の独自のリーグ戦を開催している。A リーグは2005年8月より本格的にリーグ戦を開始し、A リーグ全体平均観客動員数1万人を記録。2014から2015シーズンは下記の10クラブが参加して行われる。2011年にノースクイーンズランドフューリー。2012年にゴールドコーストユナイテッドがそれぞれ脱退して9。 チームになった2012から2013シーズンより、ウェスタンシドニーワンダラーズが加盟始終チームとなった。A リーグ発足以前より存在しているクラブは、アデレードユナイテッド FC、ニューカッスルユナイテッドジェッツ FC、パースグローリー FC の3チーム。また、A リーグでは、フランチャイズ制を採用し、昇降格はなく、メジャーリーグサッカーや、 その他のアメリカ合衆国のプロスポーツリーグに似通ったシステムとなっている。なお、リーグ外のクラブも参加する全国規模のカップ戦は2013年度までなかったが、2014から2015シーズンより全国規模のカップ戦として FFA カップが設立、開始された。A リーグの前身となるオーストラリアンナショナルサッカーリーグ NSL においてもニュージーランドを本拠地とする フットボールキングズというチームが参加していた。その名残りとして、ニュージーランドから参加した、オークランドをホームタウンとしていた、ニュージーランドナイツ FC は、A リーグ創設時よりのメンバーであったが、当初より、戦力不足が叫ばれ、再開候補に押す、評論家も多かった。予想に違わず成績は低迷し、2005から2006、シーズンは21試合でわずか1勝3分け。 観客動員も全く振るわずにリーグ平均の半分以下に過ぎなかった。翌2006から2007シーズンも戦績、動員ともに改善の兆しは見られず、2006年12月14日にオーストラリアサッカー連盟はニュージーランドナイツ FC の A リーグ加入権を剥奪すると正式発表し、2007年1月のシーズン最終戦をもってニュージーランドナイツ FC は解散した。 後継クラブの設立を託されたニュージーランドサッカーは3月にウェリントンを本拠地とする新クラブを発足させることを決めウェリントンフェニックス FC が設立され A リーグに参入することとなった。なお、ニュージーランドにはこれとは別にニュージーランドフットボールチャンピオンシップという国内クラブチームによるリーグ戦があるが A リーグに参加しているニュージーランドのクラは このニュージーランドリーグには出場しない。また、AFC チャンピオンズリーグについても、ニュージーランドは、オセアニアサッカー連盟に加盟している、関係上、出場規定順に、口述を満たしたとしても、この大会に参加することは、認められていない、OFC チャンピオンズリーグにも出場はしていない。ただし、2014から15年度より、ウェリントン・フェニックスは、 日本のサテライト組織にあたるリザーブチーム2群を編成してニュージーランドリーグに参加している。A リーグ創設時の参加クラブは全8クラブであったが当初より参加クラブ数を増やすことが検討されていた。その候補としてウロンゴン、キャンベラ、タウンズビル、ホバート、ジーロング、ダーウィンなどが挙げられていた。2006年ニュージーランドナイツ FC のリーグ脱退が報じられた。 際、タウンズビルが代替加入に意欲を見せた。上日の通りニュージーランドナイツ FC はウェリントンフェニックス FC にとって変わられることになったが、タウンズビルの勢いは消えなかった。2007年11月、将来 A リーグ参加が認められた際には、クラブ名をノースクイーンズランドサンダー FC とすることが発表された。ついで、同年12月に新設クラブの ゴールドコーストギャラクシー FC も A リーグ参入へ向けて名乗りを上げた。2008年2月、この2クラブが2008から2009シーズンにより A リーグに新加盟することがオーストラリアサッカー連盟より一度は発表された。しかし、3月になって両クラブの加盟は少なくとも1年は先送りされることが発表された。5月、オーストラリアサッカー連盟は2009の2010。 シーズンを最大12クラブで行う予定があることを発表し、両クラブは正式参入に向けて、主に財政面での問題の解決を急いだ。そして8月28日、ゴールドコーストギャラクシー FC 改め、ゴールドコーストユナイテッド FC とサンダーの故障仕様を断念したノースクイーンズランド FC が2009から2010シーズンより A リーグに参することが正式にアナウンスされた。 クイーンズランド州のチームが複数になることに伴い、クイーンズランドロアー FC はブリスベンロアー FC へと名称を変更した。2007年2月、サウスメルボルン FC がメルボルン第二のクラブとして A リーグ参加を検討していると発表した。メルボルンビクトリー FC が現在メルボルン市内に建設中の新スタジアムの使用を拒否る姿勢を見せたため、 中に浮きかねない新スタジアムの引き取り手としてメルボルン第二のクラブの可能性が注目を浴びることとなった。6月になると3つの投資家集団が A リーグクラブ設立に向けて活動していることが明らかになった。2009年6月、メルボルンハート FC が2010から2011シーズンより A リーグに参入することが明らになった。パラマタやペンリスなど シドニー西部でも新たな A リーグクラブを設立しようとする動きがあり、2009年9月にシドニーローバーズ FC が2011から2012シーズンより A リーグに参加することが発されたが2010年に活動を休止。2011から2012シーズンにゴールドコーストユナイテッド FC が A リーグを脱退したことに伴い、2012から2013 シーズンよりパラマタを本拠地とするウェイスタンシドニワンダラーズが新たに A リーグに参入することが発表された。A リーグは2012から2013シーズン以降に参加クラブ数を14もしくは16にまで増やすことを検討しており、新加盟を目指してキャンベラやタスマニアなど各地で活動が続いている。キャンベラが2008年7月に参加を オーストラリアサッカー連盟に申し入れたと公表された。キャンベラスタジアムをホームスタジアムにするとされ、地元財界も支援している。タスマニアサッカー連盟は2007年10月にタスマニア州のホバートカローンセストンに A リーグクラブを設立すべきと提案し行政の支援を求めた。タスマニアユナイテッド FC を歌唱とし、アラブ首長国連邦の不号の支援を取り付けたとも、 言われている。ウロンゴンには A リーグの前身のナショナルサッカーリーグで2度優勝しているウロンゴン・ウルブズ FC という名門クラブが存在し A リーグ参入を望まれていた。しかしウロンゴン・ウルブズ FC は A リーグ参加を断り、同地域より A リーグ加入を目指すクラブが現れれば、それをサポートすることを考えていると報道された。 グレートサウスフットボールというグループが A リーグ参入クラブの設立を目指しており、オーストラリアを代表する富豪のブルース・ゴードンが支援していると伝えられ、またサッカーオーストラリア代表のティム・ケイヒルも協力を表明するなど、厚いサポート体制を有している。G ーロングやダーウィンにもクラブ創設の動きや、それを期待する声があるものの、支援の不足や、 都市の規模などの面から未だ明確な形にはなっていない。2006年、オーストラリアサッカー連盟が、オセアニアサッカー連盟からアジアサッカー連盟へ転籍したことで、A リーグに所属するクラブが、AFC チャンピオンズリーグへ参加することが可能に行った。A リーグからの出場枠は2、初参加は2007年大会で、2005から2006、シーズンの成績に基づきシドニー FC と、 アデレードユナイテッドの2クラブが参加した。2008年大会には2006から2007シーズンの成績上位チームが参加し、以降も同様となっている。出場条件として、レギュラーシーズンの1位クラブとファイナルシリーズ優勝クラブに出場権が与えられる。ただし、両者が同一クラブとなった場合、ファイナルシリーズ準優勝クラブが出場権を得る。2012年大会より、 従来の出場枠2にプレーオフ枠1が加わった。これにより、レギュラーシーズン3位が ACL のプレーオフ出場権を得ることとなった。しかし、2013年大会より、出場枠1とプレーオフ枠1に減らされた。その理由としては、A リーグに昇降格制度がないことと、ニュージーランドのウェリントン・フェニックス FC を除くと、参加チーム数が9チームと少ないことにより、 AFC チャンピオンズリーグ出場規定基準のポイント数を得られなかったためである。2012年大会同様の出場枠に戻った2014年大会では、ウェスタンシドニーワンダラーズが A リーグのクラブとして初の優勝を創設3年目で成し遂げた。A リーグのシーズン終了と ACL 開幕がほぼ同時期となるため、出場クラブは ACL に全力を注ぎ込める。 また、出場権獲得から出場までに、丸1年の差が生じるため、A リーグの2007から2008シーズンで優勝し2009年度の ACL 出場権を獲得した、入滑するジェッツは、A リーグ2008から2009シーズンを再開で終えた、後に ACL に挑むことになった。8回目のシーズンとなった2012から13シーズンの A リーグでは、 ファイナルシリーズに新方式が取り入れられた。ファイナルシリーズのすべての試合は1回先制で開催され、リーグ成績の上位チームがホームスタジアムで試合を開催することとなった。また、前年度まではリーグ上位にチームは一度敗退しても、プレリミナリーファイナルに進むことができていたが、この制度は廃止された。代わりに、 リーグ上位にチームは1回戦の試合は免除され、準決勝から登場する。決勝戦は従来通り中立地での一発勝負となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。